はいどうも、メンヘロジさんです。おはようございます。昨日ライブ配信ありがとうございました。まあ、コンプラ重視で、やっていければと思ってございます。はい。で、まあ、いくつかニュースはあるんですけれども、まあ、弁護士保険に加入しましたってことは言っとかなあかんかなと思ってます。最近ね、アンチの方が結構多かった。まあまあ、以前から、まあ、アンチの方がまあたくさんいたりとか、あるいはまあ、誹謗中傷コメント結構いただいてはいたんで、まあ、基本的にはスルーしてはいるんですけれども、結構しつこく来たりとか、あるいはその場を荒らす、おじさんの生活を脅かすっていうケースもまあ徐々に増えてきました。はい。登録者が増えるとやっぱりそういうこともあるんかなと思いながらね、です。はい。で、まあ、あまり、そう、些細なものに関しては、まあ、おじさん自身が、まあ、発信者であって、で、まあ、そういうクレームつけてくる人っていうのは、まあ、ね、まあ、コメントとか、なんていうんですかね、まあ、動画配信とかでも、まあ、よく来られるんですけど、その、妬みそねみとか、あるいは自分が、こう、満たされてないからやってくるんだな、と。いうところであったり、今あるいは暇なんだなとか、そういう心で、まあ流すことはできるんですけども、ちょっと実害が出てきてたりするケースがあってですね。それに関しては、なんかこう、おじさんが、まあ言うたら社会的弱者だから、なんか何やっても許されると思ってるぜっていうのも、まあちょこちょこいるような感じがするんですよ、というところですね。まあ可愛い女の子への誹謗中傷とかアンチとかって、なんかこう、下手したら相手がストーカーっていう風に見られがちですけども、なんかおじさんには何してもいいんじゃないかな、という風に捉えてですね、なんかいろいろ攻撃してくる人たちいるんで、で、まあそういう人たちに対して、まあ、毅然とした対応というか、やられたらやり返すというか、やられたら潰すというような、まあ、スタンス、を、まあ、言うたら、ファイティングポーズだけでもですね、取らなあかんなというような状態でございますので、とりあえず、弁護士保険の一番高いやつに加入させてもらって、で、まあ、もちろん、その、弁護士保険加入して、即日、言うたら、開示請求実施とか、即日裁判だっていうようなことには、まあ、もちろんならないんですけれども、免責期間が、まあ、少しの間あって、それ以降であれば対応できる、旨、ちゃんと確認しておりますので、まあ、弁護士保険入ってるよっていうことをきっかけにですね、手を引いていただけるなら僕は、まあ、特に何もしないんですけども、まあ、弁護士保険入っているということを知っているにもかかわらず、私のその身の回りであったりとか、まあ、生活基盤を脅かすというような行為をされる方にはですね、きちんと開示請求した上で、損害賠償請求、とですね、まあ、なんていうんですかね、名誉毀損と。いうようなところで対応していこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。別に、あれですよ。だからといって、おじさんがなんかもうブチ切れるぞっていうような話ではなくて、あくまでも自分の身を守るための手段でございますので、はい。何かされない限りは僕から何かするっていうことは、まあ、特にないですし、基本は、本当底辺のおっさんのダラダラ配信ですから、もうそんなに、敷居を高く見ずにですね、敷居低く、まあ、こんなおっさんもいるんだな、ぐらいで見といてもろたら、特に何かすることはないっす。ただ、今現状でね、生活基盤を脅かされてたりするんで、それに対してはきちんと対応しないと、おじさんも飯食わないといけないんでね。で、まあ、そういうことをされることによって、おじさんもメンタル不全起きてるんでですね、その辺だけは、毅然とした対応を取らせていただいて、開示請求した上で、相手に対して賠償請求するところまで行こうかな、というふうに思っております。で、弁護士の費用と着手金がね、9割、言うたら保険で負担できるんですよというようなところでございますので、まあ、あと、なんだ、上限1000万まで弁護士費用は補填できるというところなんでですね、結構長い裁判でも対応できるんですよね、というようなところも、まあ、一応、そういう、まあ、別に保険の宣伝をするわけではないですけども、そういうようなものに入っておりますので、なんかやれるもんならやってみいって言われたら、まあ、やれると。こういうような状態を作ろうかなというふうには思っておりますので、
まあ、そういうもんに入って自分の身を守るようなこともちょっとはしてるんだよということを認識いただいて、まあ、特にそのアンチとか、まあ、失礼なコメントぐらいだったら別に、おじさんはもう単純にコメントを消すだけの話なんでいいんですけども、ちょっと、僕の生活基盤を脅かすようなことをね、する方が最近ちょっと目に余る、行動を取ったりしてはるので、その辺のところは、まあ、なんですかね、まあ、おじさんに個人的な恨みがあるならいいですよ。でも、そうではなくて困らせてやろうとか、足引っ張ってやろうっていうようなスタンスで、こう、継続的に絡んでくるんであれば、そういう対応を取らせていただくと。どうせ、まあ、その人たちは自分では何かことを起こすってことができない人たちだな、というところで、基本は関わりたくはないんですけども、そういうようなことをしてくる人たちに対して、毅然とした対応を取ることで、まあ、カスタマーハラスメントというかクレーマーが減っていくんじゃねえかなと思ってます。少なくとも、おじさんの身の回りではそういうことは、まあ、できるだけあんまないようにしたいなというところで、そういう保険に加入して、しましたというところでございますので、よろしくお願いします。以上です。